会長に猪口邦子君を指名いたします。この際、一言ご挨拶申し上げます。ただいま、委員閣議のご推挙によりまして、本調査会の調査会会長の重責を担うことになりました。本調査会は国政の基本的事項のうち、外交安全保障に関し、長期的かつ総合的な調査を行うことを目的として設置されたものでございます。調査会長の責務を果たすにあたりまして、委員の皆様方のご指導、ご協力を賜りながら、公正かつ円滑な調査会運営に努めてまいりたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。ただいまから理事の選任を行います。本調査会の理事の数は8名でございます。理事の選任につきましては、先例により会長の氏名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に、朝日健太郎君、小槍隆史君、松川るい君、塩村彩香君、平木大作君、串田誠一君、浜口誠君及び岩渕智君を指名いたします。本日はこれにて散会いたします。